ただ念のために部屋だけは片付けておこう。あとやばいもの隠さないと。ニキさんが自宅へ来るってだけで相当ドキドキするなこれ。こいつまだ能天気でやがる。愚かだなお前という人間は。部屋なんて片付け始めたらそれで満足して勉強なんて進まねえだろうが。2年生の試験の範囲は時和さんが知ってるみたいだし、私でよければお兄ちゃんにも勉強教えてあげたいけど。え、上級生の勉強も教えられるの日和。ところが二木さん来訪にドキドキしたのもつかの間、日和が主人公力を俺に向けてきた。この頼もしさは惚れてしまいそうになる。妹でなければ結婚したい。妹でなければこれほどの有名声優と知り合うなんて無理だったけどさ。まあ声優は後付けみたいなもんだけどね。今の日和の主人公感にどこも声優の要素加わってないからね。というか日和2年生で教わる範囲まで勉強を進めてたのか。そうか。あ、ちょっと劣等感感じてんだよ。お前散々危機感なかったのに急にテンション下げんじゃねえよ。ヒヨリンでは泉くんを甘やかしてしまうだろ。おっと、お塩ここに来て登場ですか。いや、ちょっとお姉さん、しかも一人暮らしのお姉さん、そんな人の家に勉強教わりに行ったりなんてしたらね、ちょっと保健体育の勉強も教えてもらえそうな可能性あるよね。しかしここで待ったがかかった。生徒会の業務にはまるで我感せずだった塩先輩だ。切羽詰まった今の状況で甘やかすのは少々危険ではないだろうか。え、いや、それはさすがに日和でも厳しく。塩先輩のおっしゃる通りでございます。わしはお兄ちゃんにスパルタ教育を施すには向いてない人間なのであります。時代錯誤すごいな。どこの時代なのそれ？江戸か？遊郭か？アリリ？言われてみれば、日和が俺に厳しくする姿が想像できない。せいぜいが、ニキさんに AV フォルダーの中身バラすぞ、と脅すくらいだ。いや、それはそれで必死になる。いや、それ一番厳しいだろ。怖いもん。お兄ちゃんの一つの人間関係、破壊する行為だもん、それ。生徒会の業務に対しては、見物という形を取らせてもらうが、ヒヨリンの手助けであればしてもいい。おい、いいね、塩の参加の仕方。これ今後、なんか頼みたい時は、ヒヨリから頼めば何でも引き受けてくれそうだね。以前のシンポジウムで、泉くんを助けるというヒヨリンとの約束を守れなかったからな。というわけで、どうする？ギリがてえな、こいつも。いや、いいね、ありがたいね。これは主人公、どうするって言われてるけど、答えなんて一択だよな。どうするとは？お前、愚かだな、ほんと。チッター、勉強しろよ。学力が足んねえよ、いろいろ。先ほどもそんな話をしていただろ。仕事がなくて手が空いているから、私に勉強を教わりたいと。昼休み、それと生徒会活動後に勉強を教えてやってもいい。その間にヒヨリンは、錦さんと一対一で勉強すれば、お互いにはかどるだろ。うわ、なんかすごい生徒会っぽい。友情、青春、爆発、すべて合わさってる感じがする。ちなみに私はとても厳しくする。それが嫌ならヒヨリンに教わるといい。私かヒヨリンかスパルタか当てないか、好きな方を選べ。当てないという知らない単語が出てきたが、それはスルーしよう。でもいい加減この主人公、甘々な環境で育ってるからね。一旦スパルタでちょっと曲がりくねった性格を正した方がいいかもしれない。放課後も生徒会室で付きっきりということは、ニキさんが我が家へ訪れるドキドキ体験もできないんだよな。ヒヨリとニキさんと囲む温かい夕食。こいつまだ能天気でやがる。お前、今の危機的状況を1ミリも自覚できてないな。いやでも、今は本気で切羽詰まっている。塩先輩の言う通り、自らに厳しさを課すべき状況かもしれない。それに本音を言えば、綺麗なお姉さんとの放課後個人授業にも憧れる。ありえないほどの美味しい状況だ。もうテスト勉強という頭が一切入ってこないんだけど。どっちのエロさが魅力的かっていう考え方じゃないか、それは。そもそも美味しいとか言ってる状況でもないわけだけど。どうすれば。え、これ選択肢ある？もしかして。あ、来た。塩か日和じゃなくて、当てない式かスパルタ式なんだ。まあ、これは一旦主人公の学力的なことを考えて、スパルタ式を選んだ方が綺麗かなと思うので、スパルタ式いきますか。ちょっと様子を見て当てない式も覗きたいなとは思うけど、結局その日は、時矢はアカウントの作成、ニキさんは参加希望用紙に塩りの作成、俺は日和と塩先輩に勉強を教わりながら、7時まで学園に残った。お前何やってんの。生徒会長が一向に生徒会の仕事支援。明日だって参加希望用紙のしおり作成なんてやってる暇ねえのに。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。